ナス島一部位はソ連ロシア連邦の駆逐艦である。ソ連海軍、ロシア海軍では艦隊水雷艇に分類された。ロシア語で根気強い、粘り強いといった意味の艦名は56号計画型駆逐艦の仙台艦から受け継いだものである。2007年現在、ロシア海軍バルト艦隊の機関となっている。2007年現在、艦長は オレエク・バシー・リエヴィッチ・グリシャン海軍中佐である。1987年12月30日、956A、サルイーチ設計艦体水雷艇の2番艦となる、工場番号第876号艦が、ソ連海軍に登録された。この艦は、1989年にレニングラートの第190造船工場で寄港、モスクワのコムソモールインという意味のモスコーフスキー。 コムソモーレツという官名を与えられた。1991年6月には浸水した。しかし、その後ソ連は崩壊、モスコーフスキーコムソモーレツの所属もロシア海軍に移った。また、共産主義的な官名も時代にそぐはないものとなり、1992年2月15日には、ナス島一部位と解消された。1992年12月30日には、 春行となった。気候は、全寒別ポコーイヌイの一年後であったが、ソ連崩壊の混乱の中、春行は、ナス島一部の方が9ヶ月程度早くなった。1993年2月5日には二重赤旗受賞バルト艦隊に配属され、3月27日より実動体制に入った。ソ連崩壊後の海軍再編の中で、 バルト艦隊の保有していた2隻の式巡洋艦が相次いで除籍されたため、ナスト 1V はバルト艦隊の機関に任命された。ナスト 1V は、ソ連邦解体後の混乱で財政の壊滅した1990年代を通じ良好な状態に維持され、活発に行動した。配備艦後もない1993年6月19日から6月26日にかけては、 バルト海沿岸のドイツの都市キールを訪問し、続く6月28日から7月2日にかけては、北海沿岸のビルヘルムスハーフェンを訪問した。なお、この訪問においてナス島 1V は、キール運河を航行した、最初のソ連及び、ロシア海軍艦艇となった。1994年7月、ナス島 1V は、フランスのルーアン港を訪問した。 1996年7月には、ナスト 1V は、バルト海諸国海軍合同演習、ボールトップスマイナス96に参加した。10月には、フランスのシェルブールを訪問し、ロフツ同盟100周年を祝った。1997年2月から4月にかけては、遠征に赴き、2万回流を交破した。アラブ首長国連邦のアブダビで開催された。 国際展示会にも展示された。南アフリカ共和国の海軍創設75周年の祝典にもロシア海軍の代表として参加し、ケープタウンとサイモンズタウンへ赴いた。2000年5月には、ナスト 1V は戦時中に戦没した潜水艦 S-8 に対する敬意を表する式典に参加した。2003年と2005年には、ボールトップスに参加した。また、 2005年には、各年で、サンクトペテルブルクで開催される兵器展示会イムズ -2005 に新型潜水艦サンクトペテルブルクと共に、ロシアの海軍技術を代表する、中作艦として出展された。1994年、1996年、1997年には、ナスト1部位は、ロシア海軍での防空部門における、最高位を勝ち取った。 1996年から1999年にかけては砲撃部門における最高位をものにした。2000年から2001年にかけては攻撃部隊の一貫として戦闘士牧と砲撃部門、戦術的戦闘準備の部門で最高位を獲得した。1996年と1997年にはナスト1部はロシア裁量の水上艦艇に認定された。 1996年夏には、菅はロシア連邦大統領、ボリス・エリツインの訪問を受けた。エリツインは、ナス島一部以上委員たちが菅を戦時準備体制に維持しており、武装や備品が整備の行き届いた状態であることを高く評価した。2000年7月には、菅はロシア連邦大統領、ブラジーミル・プーチンの訪問を受けた。装備は、ベスポコ・イヌイより、 若干の変更が加えられている。一つは搭載レーダーの変更で、従来のフレガート M やフレガート M2 に変え、建造時最新鋭の3次元レーダー MR-750、フレガート MA が搭載された。搭載ミサイルも改良され、艦隊空ミサイルは新型の用酒に更新された。これは QK37M1 から2、ブーク M1 から2の艦載型で、 誘導方式がセミアクティブレーダーと完成誘導の複合式となり、射程は 50km、マッハ4ミ以上の目標への対処が可能となっている。艦隊艦ミサイルも 3M80、モスキートから射程延長型の 3M90 に、モスキート M に変更された。ありがとうございます。